では今月の B 面フェイなあなあってブースの後ろから聞こえて今なあってなあってっていうことでなあってやねなみんなわかるか初めてじゃないかな、うん、今日ね、うん、気を取り直す、はい、私は、はいはい、では今月の B 面フェイクニュースをどうぞ。ラジオネーム、うん、ロケンロウさん。ロケンロウ、うちのおじいちゃんが、うん、テレビで小島よしおが映るたびに言ってたの、うん、言ってた時の一言、うん、また裸の音が男が出とる。はい、噛んだ。はい、じゃあ、また裸の男が出とる。はい、噛んだ。もう一回言おうか。もう一回。また真っ裸の男が出とるよ。はい、判定お願いします。可能可能可能ということで可能でございます。ごめんなロケンロー。本当にごめん。ロケンローだけ怒っていいけどね。ごめんね。もうゲゲゲの木田太郎ずっと噛んでないけどって言ってますね。ごめん。ずっと噛んでないはむちゃくちゃですよ。次も懲りずに送ってね。噛まないやつ送ってください。この番組はヘア芸人育成携帯ゲームマンブルゴッチの提供でお送りしませんでした。ここで残念なお知らせがあります。来週から一人でやります。なんでよ一緒にやろうよ。ギリセーフって言いたかったよ私も。全部さルビ振ってさ頑張ってさ呼んだのになんでこんなかも。もう意味わからんねんけど。今コメント欄が、うん、噛んでないよって、ね、そうなったら終わりじゃない。もうさそれはみんなあかんよ。私は噛みました。本人も言ってるから、うん、噛みました。本人が噛んでないって言ってんねんからさ、うん、噛んでるやん。みんなどこ噛んでたじゃないのよ。感触噛み噛み発作さまざまなジャンルにおける精鋭たちが今夜MBS ヤングタウンに一挙大集合。やかましわ。やかましいわ。そう思ったら一番カミカミが可愛いよね。